ここでかな。はい、チョコです。皆さんこんにちは、手塚先生です。今日はこんなもん買っちゃいました。今から開けていきたいと思います。内容は縄跳びなんですけど、入ってるものはただ普通の縄跳びじゃないっていうところですね。説明書、持つところ、持つところ、縄があるんですけども、今回はこれじゃなくってこっちの玉を使ってやっていこうと思います。ちょっと今から組み立てますので、多分ここは早送りになります。組み立て方が全然わかんない。これだけ？え、きつく引くだけ？こうやってやって飛んでいきそう。こうやってやってこれだけらしい。斬新。できました。あ、ちょっとマジだ。できました、ね、で、これなんとこういうのついてます。こういうの、ここにオンとアップダウンセットかな、ボタンが4つあるんで、ちょっとオンを押してみます。ついた。すごっ。なんかわけのわかんないの出てますけど、はい、これなんですけども、W がね、ウェイトですね、体重ですね。これ体重を設定をして、そうすることによって、右下の C のところがカロリー出るみたいですね。C の上の L、回数ですね。回数がカウントされるみたいですね。縄跳び飛んだ回数ですね。T はタイム。どんだけね、飛んだかとか。そういうのがわかるみたいです。やってみよう。うわ、シュールー。これどうですか、これ。シュールすぎる。でも、縄跳びやってる感は、ちょっとある。これなら、お家でも、場所を気にせずできますね。ちょっとジャンプはするとどんどんなるかもしれないけど、当たりませんからね、こんなに来てもね、全然ね。で、本当に飛びたいなと思ったら縄を使ったらいいんじゃないでしょうかね。逃げ飛び、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 はやぶさ、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 三十跳び、三十跳び、三十跳び、三十跳び。ぜひね、やってみてください。今日はおしまい。じゃあねー。よし。